ホランド602型潜水艦は第一次世界大戦中最も多く使用された潜水艦 HQ 潜水艦とも呼ばれる。本級はアメリカ合衆国のエレクトリックボート社で設計された。本級の大半はイギリスのビッカース社の子会社であるビッカースカナダで建造された。本級はアメリカ、イギリスをはじめとする多数の海軍によって運用された。 本級のプロトタイプは1911年にチリ海軍から発注された2隻の潜水艦であった。313トン、421トンの潜水艦は、ジョン・フィリップ・ホランドによって設計された 19E と 19B であった。しかしながら、チリ海軍は艦の受け取りを拒否し、2隻はカナダ海軍に売却、HMCSCC-1 及び、 HMCSCC-2 となった。その後アメリカ海軍向けにデザイン30を用いて H-1、H-2 及び H-3 が建造され H、H q 潜水艦となる。それらの艦は358トン、434トンまで重量が増加した。第一次世界大戦勃発後の1914年10月にイギリスの海事局は、 デザイン600に E を用いた10隻の潜水艦の建造をモントリオールのビッカースカナダに発注する。さらに10隻の同型艦が当時中立の立場にあったアメリカ合衆国でマサチューセッツ州クインシーのフォアリバー像選手によって秘密裏に建造された。これらの艦はアメリカ政府に押収され、チリ海軍及びカナダ海軍で使用された。 第3のグループは1917年から19年にかけてイギリス国内で建造され、それらの大半は第二次世界大戦に参加した。1915年の夏には8隻の602型潜水艦がイタリア海軍によって発注された。これらはモントリーールのビッカースカナダで建造された。ロシア帝国海軍は合計17隻をカナダに発注した。これらの艦は バラード入りへのバーネットに作られた臨時造船所で建造された。これらの艦は、ウラジオストクからシベリア鉄道でサンクトペテルブルクに運ばれ、ロシアの造船所で分解、解析された。これらはロシアでは、アメリカンスキーゴーラント級6 0 2型潜水艦、または a g 級潜水艦と呼ばれた。発注された十七隻のうち六隻は、ロシア革命のため送られず、後に、 アメリカ海軍によって、ピュージェットサウンド海軍造船所で組み立てて直された、あと H-4 から H-9 として収益した。また、一部は、ロシア国内で建造され、ソ連時代になっても建造が続けられた。一部は、第二次世界大戦後まで運用された。フィンランド海軍は、フィンランド内戦の後半に、ハンコで2隻のロシア潜水艦を捕獲したが、 修理することはできなかった。代わりに海軍軍備計画を開始し、ドイツの設計による潜水艦を建造。それらは第二次世界大戦のドイツ U ボートのプロトタイプとして運用された。HQ 潜水艦 HQ 潜水艦ユニオン、鉄工所建造収益、1913年12月1日1920年3月12日自己沈没予定官名の由来は、 オオカミウオカに属するシロオオカミウオの通称。ユニオン鉄鋼所建造春駅、1913年12月1日、退役、1922年10月23日予定官名の、由来は、オウム外目オウム外科に属する軟体動物に属4種の、総称。モラン社建造春駅、1914年1月16日、退役。 1922年10月23日予定完名の由来は脱、木の脱火やサヨリ化を中心に属する、くちばしの尖った海水魚、淡水魚の総称。ピュージェットサウンド交渉建造収益。1918年10月24日、退役。1922年10月25日、ピュージェットサウンド交渉建造収益。 1918年9月30日、退役。1922年10月20日、ピュージェットサウンド交渉建造収益。1918年9月9日、退役。1922年10月23日、ピュージェットサウンド交渉建造収益。1918年10月24日、退役。1922年10月23日、 ピュージェットサウンド交渉建造収益、1918年11月18日、退益、1922年11月17日、ピュージェットサウンド交渉建造収益、1918年11月25日、退益、1922年11月3日 AG-11、AG-12、AG-13、AG-14、AG-15、 ag-16, ag-21, ag-22, AG AG ag-23, ag-24, ag-25, ag-26, ag-27. ありがとうございます。